シューティングバーお隅にようこそ。今日はね、どうしても紹介したいものがあるの。それは、MMX Perfect Holsters。 え、どこにでもあるホルスターと思った？それは、ハヤトチリ。こんな可愛い袋に入ってます。カラーは、ブラックと、フラッタックアース。このパーフィットホルスター、マルチフィットを歌ってるだけのことはあって、ものすごい数の銃に対応するの。ほらほら、ほらほら、こんな感じ。調整用のレンチが入っています。サイドを見てみると、ブラックはきちっと埋まってますけど、こちら若干空いてる感じ。これはデザインの差です。あんまり関係ないです。こちらを緩めることができるのがポイント。今回は私のコレクションの中から特に入れにくい銃をセレクトして持ってきました。長いの、黒いの、ぶっといの。さあ、入るかな？まずは G42。カチッと入ります。今大人気のアクションアーミー、アサシンなんかどうかしら。こちらね、入るホルスターがないって泣いてる方多いんですけど、下のネジはそのまま。上のネジは少し緩めて隙間を作る。ほら入った。ハイキャパ系も悩んでる人多いわよね。特にこの谷岡ババトンの BS ホストはレールが長いんで、普通のハイキャパ用ホルスターには入りません。でもパーフィットなら、この通り。スムースインサート。ハードトゥールーズ。抜くときは人差し指でボタンを押せば、スルッと抜けます。同じくアンダーレールがついた M9、これもなかなか入るホルスターないのよね。ベレッタ系は何気に幅が広いので、サイドをちょっと緩めにします。ほーら、この通り。ぴったりパーフィット。スライドリリースがアンビの GTP9 は、さらにここを広げます。こんな感じかな？こんな感じで、ぴったりパーフィット。さあ、ここからが見せ場ですよ。ジェーン。マーク23ソーコム。こちらもうポリマー製ホルスターは諦めてない？さすがにこんな大きいのは壊れちゃう。入らない。ちょっと長めのネジを用意します。このネジは 41PX 店頭でも取り扱い予定です。さあ、行きますよ。入るかな？ぴったりパーフィット。あんなものや、こんなものもずっぽり入っちゃう。ぴったりパーフィット。お求めは41で。